日ハム水野大活躍の要因が判明する。3年目の今季は覚悟を持ってやっています。1年目は開幕スタメンに抜擢されたが結果は残せなかった。2年目は開幕1軍を逃し1軍に定着できず、今季も春季キャンプは2軍スタートだったが覚悟を持って取り組んだ新フォームで結果を残して開幕スタメンに返り咲いた。今季はバットをやや寝かせて構えるスタイル、見る側は思わないかもしれないですけど僕の中で結構変えたつもりです。無駄な動きをなくしコンパクトにボールへコンタクトするのが課題だった。そこで参考にしたのは自身と同じミレニアム世代のトップランナー万中のバッティングからヒントをもらいました。投球の軌道に合わせやすい構え方に変え、キャンプからアピールしてきたようにこの日も増田のスライダーにバッチリと合わせた。水の神マジで神、ずっとスタメンで使ってくれよ。水の今シーズンはお前に任せたぞ。水の上位打線は普通にありそう。水野も万波を参考にバットを寝かすようにしたんだな。水野はヘッドがしっかり立って振り切れてるから内野の頭をこすんだよね。奈良間がライナー仕留めた後ウキウキで水野とハイタッチする場面いいな。水野ええな、もともと打撃型のショートやけどついに覚醒したかな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。